どうぞです。ドラゴンクエスト10やっていきたいと思います。今回なんですけども、まあ、ガートラントのやつをクリアするんで、その前にちょっとね、今のどうなってるのか報告しておこうかと思います。昨日、実はね、収録外で、まあまあ、ツイッターでね、レベル上げて伝ってくると、募集しますということで募集してね、結構たくさんの人、多分おそらく30人から50人ぐらいの人、一緒に回らせてもらって、かなりレベル、アップ手伝ってもらいました。だからもうほとんどのパッシブを取り終わってます。戦士も43だったりとか、もうほとんどレベルが、上がってましてかなり、これによってねだいぶ、強くなったと思います。まあ、探検スキルも100まで上がりましたし、踊り子としても強くなったんで、ほんとかなり助かりました。あとプラスアルファでまあまあコインとかもらったりとか、あとまあ、お金もまあ10万ゴールド、くれる方がいたりとかっていうので、まあもらいすぎるとあれだと思うんですよね。まあまあ、僕自身もそんな言うほどレベル上げとかの時間ないんで、まあ、そこはもう、ご厚意に甘えさせてもらおうかなということで、まあ、録画がスムーズに進むようになるんで、レベルが上がったりとかすれば、まあ、そこはもう、遠慮せずにもらおうかなということで、もらっときました。だから、まあ、かなりね、強くなってます。MP もまあ、上がりましたね。最大 MP も、僧侶と魔法使いのパッシブかな。で、多分上がったりとか、あとまあ力とか HP とかも結構30ぐらい多分戦士で上がったりしたんで、あと素早さがだいぶ上がりましたね。盗賊多分90ぐらいかな、パッシブ取ってるんで、だいぶですね、もうマジで、うん、すごいよほんまに。どれやったかな、ね、おお、これ勇敢で、うん、めっちゃ取っとるやろ、これ。こんな感じで、うん、やばいんですよねマジで。あるわ、 HP 80上がっとるもん、スキルで。 MP も50上がっとるから、本来はもっと少ないわけやもんな。HP80 上がる分でかいな。素早さに関して160上がってますからね。ごっついでこれ、ほんまに。うん。やばい。かなり本当に助けてもらったんで、本当に、それは、すごい感謝してます。ありがとうございました。まあまあ、録画の方でもまたね、ソロ以外で、やっていけたらなと思ったりもしてるんで、まあそういうのもありかなと思ってます。あとまあね、米読みですけども、やっぱ中に入れた方が、やりやすいなってことで、もう貯めたら、また逆に俺も、まとめて読むのしんどいなっていうか、だから、その日その日あったことを、コメントをリアルタイムで読んだ方が、リアルタイムというか、できる限り、まあ、誤差がないように、時差がないようにした方が、まあ、見てる視聴者からしても面白いかなと思うんで、だから、コメントまとめて読むとなんか違うなと思ったんで、コメントはもうその都度その都度読んでいこうかなと思ってます。で、だからまあちょっと動画時間はちょっと一本一本長くなると思うんですけど、まあそれはちょっと見逃してもらえたらと思います。で、まあ、俺自身ね、ドラゴンクエスト10を本当にガチでね、やっていく、決心ができました。まあソロでね、マインクラフトとかやろうかなと思ってたんですけど、もうやめて、その分の時間があれば全部ドラゴンクエスト10をやろうと思ってます。ですので、まあヒカルゲームズでの俺の単独での実況に関してはドラクエ10、がもう、ほぼほぼの、もう8割9割を占めるぐらいの勢いになると思います。それぐらいね、まあ、昨日一緒にやってね、視聴者との交流を図って、まあまあ視聴者のやる気だったりとかそういうのをもらってね、あ、俺もちょっと本気になりたいなというか、やりたいなというか、あ、俺自身がもっと頑張りたいなというか、思ったんで、ドラクエ10を、まあ、ヒカルゲームズの中ですごい盛り上げていきたいなというふうに思ってます。ですので、ヒカルゲームズのチームみたいなのも、これ作れるみたいなんで、ちょっとそれを、作ろうかなと、思ってます。まあちょっとね、ガートラントが終わってから、にしようかなと思ってるんで、ガートラントの、このクエストですね、終わってからチーム、ちょっと作りに行こうかなと思ってます。まあまあそんなに、まあ難しくないと思うんで、チーム作ること自体は。なんか衣装が一緒になったりとか、なんかあと、鬼ごっこできたりとか、なんかチーム内チャットができたりとかね。結構チームになることで、なんか、うん。面白い感じになるらしいんで、衣装ができるって面白いですね。だから裸装備じゃなくなって絶対に、その衣装になるみたいなのがあるんで、結構面白いんじゃないかと思います。まあ、昨日だいぶね、俺ね、フレンドになりました。いろんな人と。出会う人とね。全員と。なんで、まあまあ、今のフレンドの方とかは全員、入れると思うんで、255人が定員だから。なんで、まあ今から、買ってみたいなとか、今でもまだ間に合うかなとか思ってる人いると思うんですよ、ドラクエ初めても。でもそういう人に、
あのそういう人が楽にレベル上げできたりとか楽にフレンド作れるような環境をチームで作れば、ヒカルゲームズを見てる視聴者の人でドラクエ10プレイしてる人は、困らないと思う。フレンドに困ったりしないと思うんで、255人も入れるんで、自分がログインした時に誰かチームの人がいるような環境ができると思うんで、だからまあ、新規にも優しいチーム作りをしていければと思ってます。まあ、そっちの方が多分面白いと思うんでね。あ、海賊のアジトあったわ。確か。うん、そういうことを、まあまあしていこうかなというふうに思ってます。ですので、まあ、あ、アラケシャピおった。あれちょっと空なあかんねん。あいつアラケシャピ。こいつで装備袋のあれが上がるんですよ。まだこいつ借りますから。おい、アラケシャピ誰こいつ。ピッキー？デスパロット懐かしい。デスパロットが懐かしすぎるやろ。アルゲジャッピー、もうあの色違いのピッキーぐらいしか出てこないですから、基本的にラフでは。なかなかデスパロット出てこないんで、ちょっと忘れがちになりますけど、名前は俺も覚えてます。なので、まあまあ、あの今からドラクエクエストをやってみたいなとか思ってる人も、ぜひぜひ、勝って俺のチームに入ってください。入れば多分ね、まあ、上級者から初級者まで全員が集まるようなチームになると思うんで、まあ、結構上級者多いです、多分、このチームには。でも上級者の人って結構、ね、やることなくて、なんか、ブラブラしてる人とか多かったりする。多分、そういう人もこのチーム入ることで、初心者と一緒にやることで、新鮮な感覚が味わえるんじゃないかと思います。だからまあまあ、全員がね、楽しく、ドラクエ10ができるような環境を作れればと思ってます。まあ、そんな感じですね。だからまあ、強い弱い関係なくね、まあ普通に、まあだからレベル80の人とレベル10の人が、一緒にプレイできるとか、そんなんにしていけたらと思ってます。まあもちろんレベルを合わせないといけないところとかもあると思うんですけど、まあドラクエってそれ以外にもいろいろなんか、このマップを普通に一緒に歩くだけでも面白かったりするんで、俺的には。でそういう楽しみ方もできると思うんです。まあそういうだから、環境をね、作れば、まず盛り上がるんじゃないかと思います。いいね。探検めっちゃ強かったんや。回心率がほんま早い、高いで。キラーピアスが強い。踊り子、はい、いいや、オレンジのラジオです、ドーン、進め、そう、進めよ。すごいね、今俺の中でね、もうドラクエのやつがね、すごいもう来てるんで、やばいんですよ。昨日なんて俺だってレベル上げ5時間ぐらいしてましたよ、ツイキャスしながら。本来1時間半ぐらいやりたかったけど、まあ俺も別にそんななんか、メタルキングとかばっかり使ってもらうとかじゃなくて、俺もメタルスライムのコインを4枚ぐらい持ってたんで、それを使い切るまでだいたい1時間半ぐらいかなと思って始めたんですよ。そしたら思った以上に人来て、でまあまあまあ、でも来てもらって、みんな待ってくれてるんで、待ってもらってる以上、やっぱ行かないとね、申し訳ないっていうのもあるんで、全員行ってたら5時間ぐらいになってたっていうね。あれなんですけど、なんかまあまあ、見方を変えればなんか確かに俺がなんか、メタルキングを、おごらしてるとかっていうふうに見えるかもしれないんですけど、まあ、そういうね、ケチくさい考えていなかったんですよ、ここには。そう見えてる人は多分心が貧しいんかなって思うんで。だからそうじゃないわけなんですよ。だから俺も、別に、そういう狙いじゃない。単純にまあまあまあ、一緒にやれるから面白いっていう感じでね、やってたんで。だから別にコインなくても別にやってたんで、多分、そこで多分ね、なんかね、宝飾屋とかの人多分、古事記とかの人多分、あれなんです。心がすげえ貧しいんですよ。おお、来た。やった。やった。やった。すべて。だからね、そういう人は俺もほっとこうかなって感じですね。バカみたいな考え方はね。だってもう、レベル85でメタルキングを、なんぼでも脱出する人がいるんですよ。マジで。今出すぜ、みたいな。ワイ行ったるで、みたいな人いるんですよね。そういう人もやっぱね、心がね、広い。懐がでかいんですよ、マジで。なんか、メタルキング1枚はもったいないとかじゃなくて、なんか楽しいためやったら全然使ってもいいぜ、みたいな。だからメタルキング行って、まあ視聴者の人でメタルキング出す人と、まあ何もコイン出せない人がいても、その人も、あ、全然 OKOK みたいな感じだったね。そういうね、チームがいいんですよ、俺も。なんかその、せこいとかじゃなくて、もうみんながもう伸び伸びとね。だから弱い、え？うわ、G カルトおった！これ昨日俺が出会った人やで。すげえな、おったな。特別出演してるか。録画中やね、今。録画中なんだ、今。それをちょっとメッセージ伝えよう。今、録画中っていう、すげえとこにおったな、逆に。逆にこれは、
わかるんか俺の場所は。やばいな。録画中に出会うとは。二人おるぞ。レベルが近かったら入れてもいいやけどな。いや、めっちゃおるやないか。あるかしよん。ほう。まあ、せっかくの記念に一人だけなんでね、別にレベルも似てるんで、55なんでね。入れますか、じゃあ。一人踊り子いるんで、抜きますか。このジークハルトって人はね、昨日、メタルキングをもうなんか6枚ぐらい持ってるとかいう人で、恐ろしい人なんですよ。マジで。サポン仲間。これね、奇跡の出会いに感謝しよう。よし、じゃあ、一人だけだったら支えますか、じゃあ。OK。よろしく。くるみなんだろう、よく見て入り口らしいものが書かれてる。ああ、これや、これ、これ、これ。いきます、潜入開始。ガートランド、潜入開始でござる。まさかのGカルトと昨日、さっき言ってた人、さっき言ってたメタキンコインも、もう、超持ってる人ですよ、これ。偶然すぎるやろ。すげえ、戦ってみるか、一回。よし、軽く行ってみるか。ドラクエマジで、もう10人だったんだよ、もう。マジで。早いって。これね、だからドラクエね、時間経つの早すぎてね、あれなんですよ。俺もマジで、困ってるんですよ。もっとやりたいのに、もっとね、もう、やるわ、もう。だから1日だから、2時間分ぐらいのドラクエ10出すかもしれない、下手し。すごいやりたいわけ。見れない人も多いと思うんですよね。もうね、見れる人だけ見てくださいって感じで。まあまあ、どんどん進んでいきます、俺。ドラクエどんどん俺、快進撃で進んでいきます。マップわからんからな。出会うやつ全員芝居でいくか。どこだ、どこに全てがあるんだ、どこにあるんだ。これはこっちっぽいな。これボス誰なんやろな。ボーンブリッジの、あ、なんかおると変なやつ。あ、誰こいつ、誰こいつ、誰だ。バイキングソウル、戦ってみよう。面白そうじゃないか、バイキングソウル。なんじゃこいつ。お、資料の騎士の、こんなんおるんや。これ初めて見た俺、ドラクエシリーズ。これあれか、新手のやつかな、ドラクエ10からかな、これ。これバイキングソウルだ。強っ。ジーガルでやっぱパッシブ取っとうからか、 MP 高えな。俺と同じ、まあまあレベルも高いのか。こっち来たまりゃ行ってみようか。っていう感じで、まあ、こんな感じで、録画中も、まあ、実況は俺ソロなんですけど、まあまあ、たまに、視聴者の人で入ってこれたりとかも面白いんじゃないかなと思ってますね。こう、交流でね。まあ、直接的にはその、文字での会話は録画中にできないんですけどね、もちろん。その、打ってたらすごい時間かかるんで、俺打つの遅いんでね。ゲームパッドでタッチペンなんでね。恐ろしい遅いんで。うわ、こいつ絶対叩かなかった。ドロヌーバー、マジでなんで、なんかドロヌーバーイコールマッドロンみたいなイメージあるよ。ふい、ふい、ふい、ふい。スイ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 、配信毎信ラップがめっちゃ強いんですよ。これがあるとね、本当にね、踊り子だから2枚積みで配信毎信ラップ打っときゃマジでもうヤフィーだろ。これもこっち上やね、未踏の地。うん、こっちっぽいな。あー、こっちでしょうね、絶対宝箱あるぞ。行くか、ジーカルと一緒に行こう。よいしょ。おー、どこまで来た、来たぞ、ボスやぞ。これは、でも今回は結構強い味方がおると。プレイヤーに。まあ別に、サポートの人も強かったんですけどね、すごい。秘密の部屋に到着しました。ちょっと見とこう。攻略見とこう、攻略。多分これあっとるよな。あっとあっとあっと。何こいつ、何こいつ、誰、白いベルの女。あ、白いベルの言っとったの。全く私の目を盗んで、一匹外逃がすなんて。ずいぶん舐めた真似してくれるわね。それとも私にお仕置きされたくていけないことをしちゃったのかしら。うわ、ちょっとエッチなお姉さん来たぞ。もう許してくれ。どこかに私を楽しませてくれるような素敵な相手はいないものかしらね。この魔晶石の力を。
うわ、こいつやばいやつやつ。え？おお、懐かしいこいつ。ヨーマ・ジュリアンテやん。マジでヨーマ・ジュリアンテここ出てくるんや。俺ヨーマ・ジュリアンテイルルカの時使っとったで。俺好きやったんやて、これ。美しい。存分に震えるような。あら、珍しい。このところにお客様来たし、来たぞ、来たぞ。ようこそ、私の店に。私の名前、ヨーマ・ジュリアンテ。せっかく魔性石の力を得たのに、相手にもなれない小物ばかり。退屈なところでうんざりしてたのよ。あなたはどうかしら。このジュリアンテ様を満たせる相手か、たっぷり試してあげる。あげる、お芝。来たぞ。いや、もうそれ強いでしょ。来たー、ヨーマ・ジュリアンテ。行くぞ。もちろん開始待ちラップでしましょう。待ちしてくれた、してくれた。バイブハング、毒しよう。毒鳴りやがれ。ならん。おい、おい、おら、やっつけ。やばいやばい。強っ。やばすぎ、これ、めっちゃ強い。ほら。開始待ちラップしてからも。あれが半端ない。おい、おい、おい、おい。4発とか一発は倒しに出るからな。めっちゃいいよな、これ。踊り子強えわ。踊り子マジ強えわ。お、攻撃に戻ってくる。あ、これしたらいいんや。あ、これをしといたらいいってことや。猛毒ブルース。なるほどね。猛毒ブルースしてから、終わりかけ、終わりかけ、終わりかけ。ほい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 。オッケー、猛毒だ。これで、ナルトス。ナルトさんと、いけ！おりゃー！お、強っ！めっちゃ強いやん。ナルトス！なんと !495 ダメージ強っ！やっべ、踊り子めっちゃ強いわ。オッケー。おい！ありがとう。いい薬です。踊り子強いね、やっぱ。楽しいな、踊り子、マジで。これな、俺踊り子やっとうからっていう楽しさもあるんかもしれんけど、5倍ぐらい楽しい。嘘でしょ？ほんまやから。ああ、見つけた。お前があの。ああ、ジュリアンテ姉さん。ジュリアンテ一緒に使いたいな。たあ！あ、スピードル？出たー！ふむ。今のが白いベールの女の正体か。なかなか手強い相手であった。もう何もしてへんやんけ、お前。どんな顔しとんだよ、こいつ。めっちゃムカつく顔したんだ、こいつ。よし、グロスのに報告だ。やばいやばい、こいつも。怒っとる怒っとる。ヒカル君は囚われてる人々の解放を頼む。走っていくぞ、走っていくぞ。ヒカルさん、白いベルの女を倒したんですね。そう、俺が倒したんで。これであられると思う。え？どうなっとる？助けか。え？どうしてそれしかいないの？アルドはこの人どこに？あの野に取られたの俺たち、パラディのご相談だけだが。そんな、あれ？それじゃあアルドはどこにいるの？あの、ピエロやな。とにかく、ありがとうございました。我々もパラディの端くれ、あれも化け物さえいなければ大丈夫です。オッケー、頑張って帰ってくれよ、パラディ。おぉ。ああ、これか、アルド。ジガルド。センキュー。リエミとか。思い出の鈴買った方がいいかもな、俺も。これ次どこ行くんやんで。マグナスの頼みを聞く。ガートラントを行かなかった。ガートラントに戻ろう。ルーラストーン。ガートラントに行きます。いや、ヨーマ・ジュリアンって撃破しましたよ、今回は。なかなかの、あれでしたね。じゃあ次、玉座の前行きましょう。このままの勢いでね。ああ、そういえば米読みもね、するんですけど、なんかちょっとごっつい長なるけど、まあ、大丈夫か。まあ、前回ね、俺ね、二足のわらじについて話したと思うんですよ。春日のフィンスイミングの話ね。フィンスイミングとボディービルと、あれ、タレントを三つ追ってると。で、三つ追うからこそ得るもんがあるみたいな話をしたんですけど、で、俺疑問に思ったんですよ。その話しながらね。後で振り返ってみて。じゃあこれ、いつ、その、2と追えばいい時もあれば、2と追わん方がいい時もあるわけじゃないですか。どっちなんや、どういう時にそれは2と追うべきなんかっていうのを俺考えたんですよ。で、俺いい答えが見つかってね。それをちょっとね、シェアしとこうかなと思ったんですけど。答えはね、出ました。
二兎追うべき時っていうのが多分俺が思うに、その二兎が両方好きなことやった時だと思うんですよ。好きなもんとか好きなことやった時は追うべきやと思うんです。俺はだそれがやらされてとか無理やりの二兎追う時ってあるじゃないですか。なんかこれ両方なんかやらなあかんと、課題が二つあってなんかもうやりたくないけどやらなあかん時に二個とも追わなあかん時ってあるやん。そういう時はあんまりうまくいかないことが多いなと俺自身思うやん。だから好きやからこそ二個とも追っとっても両方を本気でやれるんやけど、好きじゃなかったら例えば片方好きで、まあバンドと部活動の普通にその野球両方やっとったとして、野球は嫌いなんだけどバンドが好きって時はもうバンドだけやった方が多分うまくいくやんな俺は思う。中途半端になこれな、両方おったら嫌いなもんをね二頭のうちの片方にすると多分ね偏りが出るんですよ。それでだから両方うまくいかなくなったりとか、ね、すると思うんで、ね、両方やっぱ好きなもんの時に二頭追うべきかなと俺自身で、ね、昨日シャワー見ながら考えてたんですよ。ああ確かにそうやなと。俺自身好きなもんを二つおった時ってうまくいくんですよ大体。なんかいいもんが得れるというか、あなんかええなってなるんですけど、そうじゃない時なんか別になんか無理やりやらされて二個追う時あるじゃないですか。なんか夏休みの宿題やらなあかんし、でもなんか他にもなんか親の手伝いみたいなせなあかんし、こういう時ってね大概両方失敗するんですよ俺的に。うん、これマジでうまくいかんみたいな。お、スピンドル。果たして白いベールの女は魔物の正体を表し、このようなものとは思える連続攻撃で襲いかかってきましたが、もう何もしていけないんよ。それを幾度となくかわしてついに決めたとどめの人たち、グロスな鬼も見せたかったですな。マジでいいキャラしたんだ。こいつは絶対ほんま幸せやろな、このポジティブさ。そうかそうか、よくやってたスピンドル兵士長。して囚われてたもんたちどこに。解放は他の者に任せまして。いやあかんかん。いや戻ったのか光くん。さあグロスナーに報告。どうも怪しいね。スピンドル兵士長、あんた本当に白いベルの女を倒したのかい。何を根拠に、そんなことを。そこまで言うのならお見せしましょう、この私が白いベルの女を倒した証を。うわ、まさか、なぜ魔晶石のネックレスはそこに。ええマリン殿、これはどういうことか。グレンへの贈り物に紛れ込まされたあのネックレス、その中グレンから貸し封印したはずではなかったのか。うわ、マリン正体表すぞこれ。うん、冗談じゃないね、冗談じゃないわよって。もうミスターズボンクレンみたいなところ。やばいやばい、おっぱいからどうなる。なんでおっぱいにアップするのこれ、わざわざこれ。別に顔でよかったやんこれ。この魔晶石はね、私たちの力を最高に高めてくれる秘宝なんだ。封印なんてしてたまるかい。うん、貴様一体。おお、やるやるやる、グロスのやるやん。うわー、こんなんやったっけ。やばいやばいやばい、めっちゃ気持ち悪くなってことあるやん。私は呪術師神マリン、白いベールの女ジュリアンって私の可愛い妹さ。え、マジで。ジュリアンテとマリン、これ兄弟なの、姉妹なんてか。全然ちゃうやんけ。ジュリアンテの方が、あれの方が良かったな、ジュリアンテ。全然ちゃうやん。ジュリアンテは戦を起こせば手っ取り早く強い者たちを集められると考えてみたいけど、私は戦なんてどうでもいいのさ。やっぱ刃すごいやん。刃燃えってこういう時もあるんかな。私たちずっと探したんだ、この世界のどこかにいるという生き返しを受けた者ってやつをね。あ、俺のことね。もうスピンドル兵士はビビっても取りやけん、完全に。プル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 みたいな魔晶石を使ったジュリアンの倒すとはとんでもない力じゃないかねえスピンドル兵士よ。あ、間違えられた間違えられた。それほどの力を持つ者、あんたこそ生き返しを受けた者に違いない。今まで見くびっててすまなかったね。あか、間違えた。ああ、よく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 、ばば、うわあ、スピンドル、スピンドル間違えられた者やん。スピンドル兵士長、いただき、とうとう手に入れたよ。これでもこんな国に用はない。うお、なかなか強くいぞ。グロスナスピンドルに何をした。強いぞグロスナ、結局置いてもな、その気が大したもんだね。グロスナ、ついにあんたも、ついにあんたもいただくよ。やめろ。
えおい、主人公止めろよ、お前。マイラ、なんでここでマイラ。あのクラムは、あるの気づき同じ。うわ、グロスナをいただきまーす。おや、マユちゃん。その君、あなただったね、マリン。アルルドをさらったのは。この前、先延ばされたくなかったら、すぐにアルルドを貸しなさい。えはは、恋する乙女は異性がいいね。あたし、そういうの大好きだよ。いいだろ、アルルドに会わせてやるよ。古代オルセコ闘技場まで来るんだね。どこやそれ。古代オルセコ闘技場。マグダム、マグダムなんかしろ、お前。ビビって戻れんけ、後ろで。ヒカルさんもお願いします。一緒に古代オルセコ闘技場に来てください。マリオのダンスの力を貸して。貸そう。なんちゅうことや。賢者マリンが魔物やったやなんて。どこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねん。ヒカルさん、もしグロスナーを救出してくれはったら、この国の英名菓子、赤の金物を送るって約束するわ。お前、約束できるほどの身分かよ、お前、マグナス。何もしてんかねんか、さっき。古代オルテク闘技場は、ガートランドラの北西、オルテク工場まっすぐに接するのところにあるんや。どうか、古代オルテク闘技場行って、術師マリンを打ち倒してくれや。くそ、マグナス、最初か最後まで何も役立てんかったな、ほんまに。俺はお前に期待しとったんやけどな、正直。お前が活躍するんじゃないかと俺は待っとったんやけど何も役立たなかったの、お前ほんまに使わへんやつやで、ほんまそうやろ。でも20分経ったやん、早いわ。26分、やばいよ、早いよ。早すぎ、早すぎ打ち、早すぎ打ちです、これマジで。ちょっとじゃあ込み読み行きますか。ちょっと込み読みしながらちょっと次のことしますか。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってね、ロード中だよ、ちょっと待ってね、ロード中だよ。ちょっと待ってくださいよ。コメントのとこに行かないといけないね。まあ、G カルドを待ってくれとこかな、ちょっと。まあ、そこ難しいわけないけど。まあ、もうそこは大丈夫やろ。まあ、だから G カルドも勝手に抜けてくれたらもう構わへんから大丈夫やから適当に。あ、もうバッシュ早いね。あ、もうここからガートランドのことが早いから。ミグラストーンで。ガートランド上の話。オッケー。コメ読み。ですけども、確か、パート6くらいからできてなかったと思うね。ここら辺からできてなかったと思うね。もうパート6くらいから。パート6の褒め読みからしましょう。結構前なんですよね、もうこれ。67件コメント来てます。ありがとうございます。村田く、俺もドラクエ3初めて、ドラクエ3じゃドラクエ初めて3ヶ月くらいやけど、めっちゃおもろいよね。月1000円とか余裕で払う価値あるわ。あると思う。いや、それは俺も思うわ。ほんまに。それぐらいの、もう面白さしようから、マジでこれは。ちょっと待って、これ今からどこ行くんやろ、米読みしながらどこ行くか、ちょっとじゃあ。次は、ちょっと待ってな。マグナさんについて、古代オルセコ闘技場に行くんか。もう、行こうか、じゃあ、古代オルセコ闘技場に。行こう。古代オルセコ闘技場目指します。そこ行きながらちょっと米読みします。米読みしながらそこ目指します。行きます。次行きます。サンタテラ・ティレサ。どこにある？あった、オルセコーチあったわ。左から行くんだ。どっちから行くんだ。オルセコ。あ、そこ行けそうやな。ヒカルさんは最初にドラクエ何ですか？ヒカルさんの年齢的に123の世代じゃないですよね。どっちかというと456のスーファミの世代じゃないですか。俺な、一番最初にやったんは、ドラクエ1、2やねん。これなんてかって言ったら、この俺の親戚のおっさんみたいな人が、ドラクエシリーズがめっちゃ好きで、スーファミのゲームを一気にめっちゃくれた。20本くらい。その時にファイアーエムレム、モンションの謎とか、まあ、ドンキーコング1、2とか、1と2とか、ドンキーコング、あとロックマンとか、そういうゲームを全部ね、そのくれてと、一時期。その時にドラゴンクエスト1、2があって、1は俺ね、ドラゴンが倒せへんかってやめたね。マジで、最初。強すぎて、マジで。もうな、リカントとかもうクソ強かってさ、1ってめっちゃむずいやん。一人しかおらへんやん。で、ドラゴンを倒すお姫様を探すところでもうずっと断念しとってさ、多分当時もう小学生くらいだったから、もうそのなんだよ、レベル上げとかって知識とかもなかったやろな、ほんまに。もう適当やってたとこがあったから。で、ボロ負けというか、もうして、もうやめて。で、2は結構ええとこ行った。パウロがおったやん、2って。確かパウロがおったと思うんやけど、2って。結構ええとこも行ったんやけど、2も多分でもラスボス行かずに終わったやん、多分俺。2もどっかで、なんか、ドゥ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 みたいなって、もう、それ何回も食い経験しやめたんで。ドラクエあるやろ、昔のドラクエあるやろね。ゲームついた瞬間に、ドゥルルルルルルルドゥって言ってもゲームデータが消えるっていう恐ろしいね。マジで。で、その後に3を多分ゲームボーイでやったんや、3ね。スーファミじゃなくてゲームボーイで3が発売した時があって、
それで3やったんですよね、俺。ゲームボーイでの。だ1回目のリメイクで3やったんで。で、その後にスーファミ版で6もあったんですよ、たまたま。その、もらった時にね。で、6もやったっていうね。6は何回もやり直しましたね、あれも。一回無道行って、チャモロのなんかそのゲントの杖使って、ベホイミでなんとか無道買って、でもまた一回データ消えて、そっからまた次悪魔のところへ行ってとか、なんかもうね、とにかくね、やりましたね、いろいろ。ん?ホダオルセの時じゃったぞ。やりました、本当に。すごかったっす、マジで。ドラゴンクエストの歴史はね。データ消えるってよくあるんですよね、マジで。一番寒いパターン。うわ、なんか強そうなところ。ライノソルジャーだ。ああ、うまいわ、これ今、カフェオレ飲んだのめっちゃうまいわ。ヒイ、ヒイ、ヒイ、ヒイ。配信前しなく踊るか。でも大丈夫、大丈夫。配信前しな、踊りますよ。はい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 、あの、Gガールだって扇なんや。ああ、扇の前使ってるもんね。扇の前、やば。扇の前攻撃回数めっちゃ多いやん。強っ。扇も結構強いんやな。はい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 。オッケー、開始。強すぎ、いいね。扇も結構強いな。こうやって見たら。扇装備もなかなかあり。結構経験値くれるやん。めっちゃくれるやん、経験値。うまっ。経験値うまいな、ここ。いいね。ってことで、まあどっちかというと世代的には多分ね、まあ世代的には俺多分セブンぐらいの世代なんですよ。俺が多分中学ぐらい、中学ぐらいの時に、タカの家でとかでセブン一緒にやってたんですね。ダーマ神殿行って、セブンで。ダーマ神殿行ったら、なんか偽のダーマ神殿やって、転職できんかって、うわーってなった思い出があるぐらい。記憶に新しいな。あの、セブンの最初のダーマ神殿のフェイントね、あれ精神的にすごいダメージ食らいますよね。しかも、あそこからの、ダーマ神殿までの、道のりが、ごじゃ長いから、セブンの。マジで。なんか迷宮みたいな、抜けていってから、やっとみたいな。あと、セブンで思い出あるわ、なんかでも、その、ラッキーパネルみたいなのがあったと思う。神経衰弱みたいなやつ。あれで、モンスターの心を取るのが楽しかった。あと、6のスロットも楽しかった。あの、6のスロットでね、あの、ミレイがおると思う。サンサマリーノの、サンマリーノの街って、3番目ぐらいに行くところ。レッサーデーモンがボスのとこあるやん。あの、ミレイが仲間入るところ。港の街。あそこのカジノでめっちゃブイブイ言わした思い出がありますね。ドラッグ6で言うと。懐かしいな、大きいな、この街の。だ、戦闘しながら行くか。コメ読み中なんでね。てかもう、なんか、え、もう30分経ったの?やばいやばい。あと10分でコメ読みせなかった。そんな無理やで。無理無理。次いきます。ノバーフレイル。ドラクエ10。バージョン3になって追加された踊り子初日から諦めた私。踊り子は専用スキルが2つあるからどんな風にするか楽しみ。諦めてもない。踊り子めっちゃ楽しいで。俺、今踊り持ってたんやけど、歌もまたいずれ、あ、じゃあ、踊りた、歌も持ってたんやけど、踊りもいつか、マスターしたいなって思ってるんですよ。探検スキルは他のところでマスターできたんで、歌と踊り両方持とうかなって思ってるんですよ、個人的には。そんな感じのあれなんですね。ちょっとコミ読みタイム中レベル上げしようか。ちょっと何や、変なやつおった。オーク、おお、オークの色違い。こいつ何やったっけ、名前。襲ってくるレベル、マジで。誰こいつ、あんたですみたいな顔してる。名前はゴールドオーク。マジでマジでマジで強そうやね。なんか強そうじゃないか。配信配信だ。配信してくれた。ありがとう。オッケー、おらー。で、いてえじゃない。バッやろう。配信。配信気持ちよすぎる。配信的にほんま好きやわ俺。踊り子ね、本当に楽しみにしてください。僕はずっと踊り子で行くんで、録画中は基本的に踊り子以外する気ないんで、録画外で踊り子以外のレベル上げたりしようかなと思ってるんで、録画中はもうずっと踊り子やっていこうかなと思ってます、基本的にはね。まああと魔物使いも好きなんですよ。だから魔物とか面白いのがいたら、それをまたやっていきたいなと思いますけど、とりあえずやる可能性があるのは踊り子、道具使い、魔物使いのこの3つです。この3つの職業は俺結構個人的に好きな職業なんで、多分録画中に、まあでも基本踊り子ですね、できと思います。踊り子ね、二刀流が楽しいんですよね。俺めっちゃ4回攻撃やばない、ほんまに。バトルマスターぐらいしか二刀流のイメージなかったから、二刀流ができたことがほんま感激してるレベルです。次いきます。ドラクエン、よし、すまんな。 2.4 でバザー投棄されたんや。マジで。あ、だからグレンと関係ないってことだ。あ、確かにバザー投棄の方がええよな。
パチエースは虹のオーブで5日で1000万円稼いでるんだよ。あと吉尾はイケメン、すまんな。何が言いたいんだよ、お前パチエースほんま好きやな。多分このドラクエの天民の実況見てるとパチエース多分ほとんど知らん思うけどね、パチエースは。まあ、パチエースみたいなコメントしてきたことないからな、俺の光るゲームの多分。まあ、俺も存在はしたけど、パチエースの存在はな。なんで、あと吉尾はイケメン、すまんな、ね。何もすまんことないね。ジャンジャダルク。ああ、ちょっと、敵と戦おう。敵と戦いながらコミ読みっていいね。いいね。いいっすね。いいね、いいね。ジャンダルク。自分も部活の静岡遠征でアパートに泊まりました。ああ、泊まったんや。どこだな。でも高級感あるよな、めっちゃ。部屋自体は狭いんやけど、なんかええよな、アパホテルって。思った、俺は。自分のトイレと風呂が一緒なの嫌です。エグザイル目指して頑張ってください。どういうことなんや。トイレと風呂が一緒なのほんまに使いづらい。これやったこと、経験したことあるの分かったんだけど、そう考えたらラブホテルってめっちゃ便利というか、ラブホテルってほんまに住みやすいよなと思う。だから俺、だからビジネスホテルとラブホテルってラブホテルの方が住みやすいから、作り逆の方がええんちゃうんかって、ラブホテルの作り真似てくれよみたいなとこあるんやって。それぐらいラブホテル使いやすいからほんまに、なんでもあるやんあそこって。ほんまにラブホテルっていいよね。ラブホテルはエグザイル目指し頑張ります。エグザイルは目指さんけど、目指せんよな。ソード勇気ヒカルさんのパワープロ動画、パワープロ2000年の二刀流課金プレイで作成から見てます。懐かしいな二刀流ね。桜吹雪持ちの多分あの戦国工業だったかな、二刀流作ったの確か。多分そうだった、多分そうだったと思うんだけど、懐かしいね戦国工業で。パワープロから見てる人も結構いるんですよね、古いファンの人はね。パワープロも懐かしいな。ブラッドソードわかんなこいつ、弱えな。やっぱ今時代はこいつか。竜のネグラ消えた。オークオーク来いよ、オークゴールドオーク戦っていこう。次グリーン6個目のキーエンブレは右手で取ったんですね。ボツになったところも面白そうで気になってしまう。あーあれボツになったところね、まあ、今後は全部ねこのストーリー系とか全部あのこういうところでやっていく、この録画でやっていくんで、あのちょっと1日出る本数増えるかもしれないんですけど、細かいクエストとかも全部録画でやっていきます。だから過去取り逃したクエストとか、あの過去の続きのクエストとかあったと思うんですけど、全部録画でやっていくんで、まあまあ、安心して、見てもらえればと思います。ストーリーは全部やっていきます録画で。で録画外ではレベル上げとか、なんかまあまあボス的な中ボス的なやつとかコインで行ったりとか、そういうのをまあしよっかなって思ってます。でアクセサリー集めみたいなのもね、あとまあ何気ないそのモンスターの懐き度上げとかね、あとまあ視聴者の人鬼ごっことかできるらしいんで、鬼ごっことかしたりとか、チームに組んだら鬼ごっこできるらしい、そういうのしたりとか、まあ、そんなんをちょっとしていこうかなと思って。いきます、次。ハルキ、ドラクエで一番好きなモンスター何ですか？ドラクエで一番好きなモンスターは、これな、前もあったと思うんですけど、多分俺、ハグレメタルが好きかな。メタルキングも好きなんですけど、メタルキング、ハグレメタル、メタルスライム。メタリックな、まあ、スライム系が好きですね、俺、とりあえず。他の種族で言ったスライム系のあの可愛らしいやつだから、バブルスライムとかでもな色が赤いから全然嫌い。フォルムはいいんやけど、あれってでもほんますごい不思議で、バブルスライムとメタルスライムって色が違うだけやのに、なんでアーも違って見えるんやろ思わへん。メタルハグメタルって時のうわーって感じと、バブルスライムの時の何またこいつやねんっていう感じのあの差の激しさ、ほんまに色って大事なんやなーってあそこで痛感しますよ、ね、マジで。ほんまにこれは俺は思うよ、それ思わへん、それあるあるやと思う、ほんまに。まあそんな感じです。次いきます。ラリボーラリー光ゲーム最高すぎる、毎日の癒しです、笑顔にさせてくれます、これからも頑張ってください。いやー嬉しいです、こちらこそ。こちらこそね、このドラクエ10を通して要は視聴者さんにね、まあまあ仲良くやれて、毎日楽しいです本当に。俺ねその実況をあのドラクエ10初めて、すごいね充実してるんですよね、実況人生というか YouTube の実況。もちろん、ね、ドラクエ10ってアクセスがすごい来るわけじゃないから、その YouTuber として正解かどうかって言ったら正解ではないと思うんですけど、でもね楽しいんですよね、そこなんです結局。だからやっていきたいというか、もっと人気にしたいってあるんですね。まだまだ言っても全然人気じゃないってことは、ドラクエ10からきっかけで人気実況者になるという、そういう道を歩んでいきたいと思ってますね、ドラクエ10のきっかけで。でもこのGクワルト俺見て思ったけど、踊り子の扇も結構悪くねえな。俺迷ってんの、踊り子の扇か探検で迷ってんやけど、扇ってちょっとあんまりなんか攻撃的なイメージなかったから、
あられたけど、強いな、扇も。俺、ダガーしてもだけどさ。扇も強いな、マジで。あれがええわ、このアギハランブ。ランブ系がすごい。攻撃回数がめっちゃ多くない？ほら。それ強いじゃん。オッケー。ここってレベル上げ場所なんかな？めっちゃ経験値上手くない？ここ。ゴールドオーク。あんま強くないのに上手い。上手い。経験値。ただの息子、ソータロー。グオーって感じですね。いやー、もうわからんけど、無謀なんやな。ズオーって感じで。俺は今、ズオーって感じ。生なきメガネ。メガネ。ヒカルさんのポチです。ヒカルさんのデジモンだと何が好きですか？僕はオメガもゴーグレムです。これからも応援してます。俺が好きなのは、ピエモン。ピエモンが好きやな。ピノッキモンも好きやな。あと、シードラムも好き。メガとかメタルじゃない。普通のシードラムが好き。っていうこだわりね。まあ、ピエモンとピノッキモンが好きやな、俺。マジで。あの二人はマジで俺の中で無強やわ。なんかもうトリッキーな感じが好きなんですよね。テリヤキ7015。ゴールドストーンはバターじゃなくて、道具屋とか武器屋とかそれやっぱり言った方がいいですよ。統一1000ゴールドなので。さあ、俺さっき言ってくれよ。俺普通に800ゴールドで売って嬉しい、喜んで。あ、売れたみたいな。それは1000ゴールドで売れたら誰もあそこで出さんわな。わけわからんねん、レベルやな。初心者は出してまいやろな、多分みんな。間違ってな、あれ。さあ、って。グリーン。悪魔の神々のカードをカジノで簡単なカードと交換すれば強いショートできない、攻略できるはずですよ。3人討伐とかもよくありますし。おー、オッケー。まだそういうね、結構強力なボス的なやつ。カードとかコインでいける。そういうのもね、ちょっともうちょっと俺が強くなったら行きたいと思います。まあ、最低限俺も戦力になりたいんでね。まあ、踊り子やったら結構ね、会心埋心ラップ使っとくだけで結構役立ったりすると思うんですけど、そういう感じで戦力になれるような力を得てからやっていきたいなと思いますね。あと追加ショットもう一回取りたい。追加ショットに40分か50分ぐらい行こうかな。悪いけど行くわ。林武人、僕もドラクエ X10 やりたいですけど、好きにお金がいるんでできないです。皆さんこれは待ってください。あ、そういう人多いと思うんで、そういう人はまあ見て楽しんでもらえたらと思います。まあ、一緒の感覚できる限り進めていこうと思うんで、細かいとこも一緒に楽しめるように、なんかそのいいとこだけ撮るんじゃなくて、こういう何気ないレベルアップのこういうただ戦闘してる動画とかも出していこうと思うんでね。だからなんかそのいい部分だけを撮ろうとかっていうのは別にないんで、ボス戦だけ撮ったろうとかってないんで、まあダークドリアム戦だけ撮るとかじゃなくて、ダークドリアムにたどり着くまでの道のりも一緒に楽しんでもらえたらと思うんで、基本的には。だからレベル上げしてるところも見てもらえると、逆にこのレベル上げして強い敵に戦っていく、そういうところが見れるんじゃないかな。もうちょっと10分追加、50分ぐらい行こうかって。コメントはまだあるわ。次行きます。アンテクリバーランド、リバーアイランド、なんだっけ名前、忘れるわ。二度にわたる恋ミスライム推し、しつこくてすいません。苦笑い押してくるね、恋ミスライム。でも守る使いじゃないんやな今俺。守る使いとやったで恋ミスライムしたくないっていう気持ちが強いんやな俺。なんか魔物は攻めさせたいっていう、攻撃役が欲しいっていう。だからモーモンもさほど満足しなかった俺も実は。で次、それと1日2つの配信はありがたいです。できればこれからも続けてください。こっちの方が長くてほんとすいません。あー逆に俺もね、2本の方がいいですよ。だから2本3本とか本来あげたいんですよ。もう多分ちょっと気分のとか3本上がるかもしれん、マジで。2時間分ぐらい、トータルの時間2時間分ぐらい上がるかもしれん。その時はほんまに見れへん人も多いと思うけど、まあまあまだ時間ある時にちょっと軽く覗いてみる感じで、どんなことしてるのか触りだけ飛ばしながらの見てもらえたらと思います。あー、こんなことしてたんやな。まああと米読みの時間長かったりするね。米読みの時間はまあ長いの飛ばしてもらったりとかしても大丈夫なんで、でも米読み楽しみしてる人もまあいるんで、ね、少なからず。だからまあやっていこうと思います、そういうのはね。俺自身も楽しいんで、ね、米読みしてたら。上田優、メギストリス城で盗賊の鍵取った方がいいですよ。取るか、じゃあ。覚えとくわ。テリー剣士、ヒカルさんドラクエ実況、ごじゃおもろいわ。お前とおったらおもろいわ、やな、これ。どこのどいつもかなわんわ、って言って言いつつもですね。これもう懐かしいな、言いつつも。ありがとう。俺もそう言ってくれたら、ごじゃ嬉しいわ。ごじゃ嬉しいわ、ほんま。ごじゃって多分関西なんかな、ちゃうかな。村人へ食べ。こしたのマイペースなところはいいところだけど、さすがにビビった。あ、のじゅうかな。俺もビビるわ、あれは確かに。アホやで。次いきます。サマーズ、ほんまものトークマンションでコメも何も見ずにゼロから喋れるやろ。何言うとんねんこれ。アホか。喋れるわやんなもん。
誰や戻んねん、俺を。喋れるけど、コミ読みした方が面白いやないか。頭使ってみろ。ムーグー。アイテムの中にはバザー売却や、譲渡が不可に設定されているものもあるので、シビキでゲットするアイテムは目的を考えて狙ってみるかもしれないですね。アイテムの中にはバザーへ出品するよりも、見せるのが高く出るものもあります。笑い。もうバカにしとる、バカにしとる。俺ゴールドストーンを、あそこで売ってしまったことを、バカにしとるとこいつ。ムーグー。次はそのミスを起こさんからの。俺は二度同じミスを犯さない人間なんだ。いつも楽しく話してもらいます。今後待ってください。ありがとう。頑張るわ、ムーグー。次行きます。まだ結構あるんですよ。多分。梶原公平。梶原公平か。僕はメンタル強いんで、野宿してみようかな。してみよう、してみよう。野宿は楽しくはないけど。得るもんはすごいある、あると思うよ、多分。野宿から始まる人生って、面白い。なんか、ホリエモンが、昔本に書いてたんですよ。ホリエモンって、その、昔、成り上がる前ね。成功する前って、自分で何が、なんか、何も見つからなくて、どうしようかなってなってた時があったらしいんですよね。その時に、やってみようと思ったのが、ヒッチハイクやったらしくて、その、お金を一銭も持たずに、ヒッチハイクだけで、日本全国回ってみるっていう旅を、ホリエモンしたらしいんです。で、それで、その時に、ホリエモンはいろんなことが分かったらしい。案外お金なくても、人って、優しくしてくれるんやな。日本一周、自分が、ヒッチハイクで、おーいっていうだけで、呼びかけに応えてくれて、集まるんやなってことを、ホリエモンはそうで知ったらしいですね。その時に、お金の、その、人間の一人の力というか、あ、俺にも、何もなくてもできるんやってことが知れたらしいんですよ。まあ、ホリエモンの方に書いてあるんですよ、これ。まあ、それをちょっと引用してるだけなんですよね。そういうことを言ってるんで、ね。だからね、野宿とか、そう、普段しない経験をした人って、結構ね、強くなれるんですよね。マジで。俺が思う。だから、まあまあ、冗談抜きで、なんか、普通しないやろっていうことをしてみると、その自分に変化っていうのはあるかもしれないですね。すごい大きな、まあ面白いと思いますよ、そういう試し。まあ逆にそういう話が持ってる人って結構面白いじゃないですか。友達とかに、あ、俺昨日野宿してきたみたいな話があったら、友達に興味持つやん。っていうの、どうしたどうしたんだよ、なんでなんだよ。だから話のネタにもなるんですよ。うん、面白いと思います、そういうの。ロゼチャンネル、ヒカルさんが続けたいと思うようないいコメントを見るとこっちを見たくなりますね。いや、ほんまその通り。ほんまに。なんかな、このドラクエ10のコメントってのはマジでな、いいコメントというか、温かいコメントが多いわけよ。別に俺も偽善者みたいにする気はないけども、ほんまにそうなんだやろ。俺自身が感謝してる部分が強いんで、ありがとうって言葉が自然に多くなるだけの話。別に俺も普段はね、感謝するような意味ないんだ、あんまり。まあ俺の普段のキャラ知ってる人は多分わかると思うんですけど、俺ってもう適当っていうか、もっと、傍若的にエゴイストなって、部分があるんですけど、ドラクエをやってた時はね、本当にね、違う人間が出てくるんですよ。おぉ、10カードレベルアップおめでとう。やったそういうことがあるんですよ。だからね、ドラクエ10ってすげえなっていう、俺にとってドラクエ10ってすごいなっていう感じですね。すごいゲームなんですね。おぉ、見とれとるわ。これ、魅了の効果が。魅力が高いからか。え、次行きます。ノブマさん。いつも気になるんですよ。ヒカルさん、最初どうもジバルですって聞こえるんですけど、今度なんて言ってるんですか？これ、いつも言われるわ。どうもコジハルですって聞こえるらしい。ノンジョレです。ノンジョレですって言っとたら、どうもコジハルですって聞こえるらしくて、たまに。どうもジバルですも結構あるな。どうもジェイヒカルですとかもあれんけど。もう普通にどうもヒカルですって言ってるんですけど、ノンジョレですって言ってるんですけど、どうもこんにちはヒカルですを素早く言うんですよ。ノンジョレですって言うんですけど、ちょっと聞こえづらいらしいんですよ、かなり。俺得意の挨拶だったら戻ってください。次行きます。白狐の白バンカイ知らぬい狐、何じゃこれ。ドラグエス使った方が、繊維買った方がいいですか？最近迷って待って迷って待ってる。今日もちょっと頑張るぞい。買った方が楽しめるぞい。多分勝ったらめっちゃおもろいハマるで、ね、これ。しかも俺チーム作るから、マジで初心者がレベルアップしやすかったりとか、フレンドに困らへんかったりとかっていうする環境を、作るから、だから今後 G カードとかってめっちゃ強いわけよ、本来。今俺に合わせてくれたけど、こんな感じで、こういう強い人で、余裕を持った人っておるわけよ。強くて、初心者のためにも別に一緒にやってくれる、楽しんでくれる人とかおったりするから、そういう人を、ここチームに集めて、初心者も上級者も一緒に楽しめる。上級者だけで楽しむんじゃなくて、強いとこなんか行くんじゃなくて、マジどうでもいいような普通のクエストを
弱い人とかにみんなで応援し合いながら行ったりとかっていうのをまあすればもっとドラクエ10の面白さの幅が広がると思う。やっぱその強いっていうか効率ばっか求めてやってたらなんていうかなその限界って言ってるというかすぐに飽きが来ると思うんだけど、ほんまに何気ないところも何やろあのやっていけたらめっちゃ長い間楽しめると思うんですけど、そういう感じであやっていこうと思ってるから、だから多分勝ってもまあ楽しめると思いますよ、まあ、今から勝ってもね。次いきます。エメラルドチャンネル、ドラクエ10やっぱ楽しいですね。トークが止まらないヒカルさん、神ありがとうございます。ゴッドヒカルです。どうもおいどん、星ヒカルでござる。ござらない、ごわす。ありがとうございます。ゴッドです、神です。どうもドラゴンクエスト10はマジで盛り上げていきます。実況者から盛り上げていこうと思います。実況者という角度で、ね、盛り上げていけたらと思います。曖昧1225、もうこいつ毎回曖昧なコメント残すからな、ちゃんとしょ残しとんか。今回はヒカルさん、いつも動画ありがとうございます。わっちはドラクエの実況が大好きなんす。死ねよお前、何言うとんや。死ねはし言い過ぎてる、死ねは言い過ぎてると土に埋もれろ。やっぱヒカルさんソロでも強いっす。どういうことやん、ソロでも強いっす。本当にありがとうございます。好きです。一言言います、一言言います。モムシ、何が言いたいねん。なんでこれ高評価1ついとんねん、このコメントに。こいつ味しめとるな、ほんまに。曖昧絶対味しめとんねん。俺がコメントで曖昧のことをいじるから、こいつ味しめやがった。下手にいじったらな、ヒカルゲームの勝者ってな、なんかそのな、下手にいじると自信つけて帰ってくるやん、ほんまに。結構ヒカルゲームの勝者って視聴者ってボロクソ言ったら調子乗るやつ多いやん、ほんまに。優しく接したら普通だけど、俺がいじって結構曖昧うぜえとか言っとったら、それに調子づいてどんどんふざけてくるやつ多いやんって。まあ俺はそういうところが結構好きなんやけどな。まあ今回の曖昧のコメントもまた曖昧でした。いつかお前の名前が曖昧からはっきりに変わることを期待してます。ハルファミスラニン、ヒカルさんがドラクエの実況してるのを見るとドラクエの動画見れるだけでなく、ヒカルさんの最高の動画を切るのそれも嬉しいです。これも頑張ってください。ありがとうございます。まあ、トークはねやっぱ俺自身あの楽しんでやっていきたいと思ってます。ちなみにね、次のトークテーマ、次の動画のトークテーマね、もう決めてるんですよ。これね、昨日のツイキャスでも話したんですけど、ライザップについて話そうと思ってるんですよ。ライザップについて興味ある方ぜひ見てください、次のドラクエ。コミ読みの前にね、最初の方に、ライザップについてね話そうと思ってます。そんな動画どこにあるねんって話なんですけどね。ありがとうございます。佐々木雄介、ドラクエの最高数ヒカルさんもありがとう。最高です、ドラクエ10の視聴者最高です。石田なんちゃら、ちょっと読めへんな。石田めっちゃ難しい。石田って厳しいって言ってるけど、なんか石田厳しい、どういうことか分からん。踊り子は強いんですか。踊り子めっちゃ強い、踊り子めっちゃいいで、サポートできるからまず腐らへんし、ああもう待ってなってるから。やっぱ52分だった、もうちょっと10分延長や。小山隆史、合法じゃなくて相方ではないですか。これそうやね、それコメント見て知ったね、前の実況でも。という相方らしいね、これ結構前のコメントなんでね。もう一度トークだけでもいいな。ああそれはまあ嬉しいな、もう一度トークだけでもいい、むしろ。でもやっぱドラクエも、ドラクエがあるからトーク弾むんですよね。これは不思議なことに、トークだけやろうと思ったら結構まあまあまあラジオとかでなんかそのお便りとか読みながらだったら多分トークでも無限に話せるんですけど、ドラクエというのをやりながらやるとなおいいっていう。世界の奥君、ドラクエで一番やり込んだのは何ですか。これは前もあったけど、3やり込んだのかな、セブンかな、一番長い時間あったのセブン。高橋レイタイ、レイダイ、レイヒロ、フレンドであればレベル最大までさせることできますよ。高橋レオです。レオ難しい時期です、難しいんやな。まだレオッチ、なんかリオッチみたいな、レオッチね。オッケー、難しい時期やな。高橋レオかっこいい名前やけどな。俺らの俺の上の1個上の先輩レオナっていう人おったけど、藤本レオナっていう人おったけど難しい字やった。その人レオナっていう人の兄弟は全員名前がすごい、ね、まず長男がタイガっていう名前、藤本タイガっていう名前で、次男が藤本レオ、レオナっていう名前で、次の三男が藤本ガイっていう名前、やばない名前がで、最後の女の子、まあ一応一番下の女の子、名前が桜子っていう名前。マジで名前がマジで変わっとるわけよ。だからもうガイくんなんか俺の年下もったんやけど、ガイくんって思ったんやけど、あのナルトのマイトガイ出た時にめっちゃジラルトだからな、眉毛繋げた方がいいんじゃないみたいな名前が珍しすぎてガイなんか、一人ドライダーでもガイっておったやろ、確かおらんかったっけ、おった気がするな。ああ一回ちょっと、もうちょっと多分終わると思います、コメント読み。おおもうすぐ終わるや、よし今日はちょっと長かったぞ。てかもうねコメントがマジで多いからもう長くなってまんや、しゃあない、許せ許せみんな。
でも長い方がみんな喜ぶからな。長い方がいいっていう人多いしな。まだ、めっちゃあるやん、まだ。なんでもゲームです。ヒカルさんって始まるのにどうもなんて言ってるんですが、これ言ったように、さっきヒカルです。どうもヒカルですって言ってます。実はね。よく聞いてください。スローで聞いてくれたらわかります。どうもヒカルです。出てます。きっちり言ってます。ヒカルですって。ハルキャッチ、俺もマーニャ派だ。マーニャ可愛いよな。俺マーニャ大好きやから。ほんまに。マーニャとったらほんま結婚してもいいと思ってる、ほんまに。結婚してくださいって感じ。マーニャとウェイトアイって俺マーニャ選ぶもん、俺全然。それからマーニャが好きなんでね。マーニャ派です。森川亮太。俺も久々にドラクエやろう。やろうぜ。3日前のコメントなんやけどな。やろうぜ。D ジョーカー、ヒカルさん最近下ネタ多いっすね。いいやんけよ。許してくれよ。自分はそんな気にせんけど、女の視聴者は家族で見てる人もいるかもしれないのに、笑い。ヒカルって見られなくなりますぜ。大丈夫。ヒカルゲームの視聴者、家族で下ネタ楽しんでくれてます。そんな気がしてます。そうでしょ。違いますか？奥さん。お父さん。息子さん。楽しんでくれよ。下ネタのスラム。うん。使えることは多分ないと思います。調子ついたらもっと言います、多分。ソード勇気。デジモンの好きですから、デジモンの好きやで。結構いろんなの好きです。バタフライとか。これ前、どっか答えた気するけど、まあまあ、いろいろ好きなことありますね。ビゲビゲビゲビー、トゥルダラン、デデ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 デいやー、一番嬉しいね。これ、こういうの一番嬉しい、嬉しいコメントの一つやな、これは。みんな一緒になんかその、なんだよ。視聴者と一緒一体感で強くなっていく。このヒカルというキャラをみんなで一緒に育てていくというんじゃないけどな。応援していってほしい、こいつは。こいつが強くなる、その過程をね。こいつが育っていく感じ。こいつが、その、いろんなことを、いろんな街を救っていく、このストーリーを一緒に楽しんでほしいね。いや、いいね。メタルでレベル上げもね、気持ちいいんですけど、こういうとこでレベル上げも楽しいですよ。このゴールドオークをただ借り続ける。これがドラクエなんですよね。メタルでのレベル上げじゃなく、この、ただ単純な作業なんやけど、この単純な作業が楽しいのがドラゴンクエストのすごいところです。マジで。なんかわかるかな、伝わるかな、これ。これ実況としては多分あかん実況なんかもしれんけど、まあまあトークで持っとるとかあるかもしれんけど、コミュニティがあるから持っとるとかあるかもしれんけど、これも楽しいんですよね、このゴールドを借り続けるっていう、ひたすらに。おぉ、レベルアップし、やった。この、達成感すごいな。やったー。ありがとう。いいね。最高。次いきます。サマーウルフ。こいつ何が面白いの？人気してる理由わからん。わからんか？俺は、わかるんやな。俺が人気の理由は。教えてやろうか。面白いからに決まってんだろ、バカ野郎。まあ、お前が人気ない理由わかるぞ、サマーウルフ。教えてやろうか。俺の面白さがわからへんから、お前には人気がないんだ。残念やんてな。次行こう。U ターン。こいつはさすがっす。俺も野宿してメンタル鍛えようかな。鍛えよ。一緒に鍛えよ。野宿クラブって作ろう。マジで。学校で野宿クラブって作ったら面白いんじゃない？野宿愛好会みたいな。全員で野宿を楽しみましょう。月一の野宿を楽しむ部活みたいな。野宿のために、月一回のその野宿のために訓練して、今日何持っていくかなってお菓子の内容考えたりとか、野宿の場所考えたりとか、野宿中に何をしようか考えたりとかっていう、野宿部。うん。採用チーム誰か作ってくれ。学校に。たける、どの装備にするか楽しみです。装備ね。今一旦これの装備やけど、防具また変えると思う。武器が多分ね、これ結構いい武器やから、大変や。小山隆史。ヒカルさんの動画に集中してスマホの液晶割れた。どういうことやそれ。念力か。ブラックシリーズ。どこで出たらすいません。ゼノブレでクロスやりますか。ゼノブレクロス今のところやる予定ないですね。もうソロはドラクエ一本でいこうかなってどうも言ったんですけど、基本的に一本でいこうかなと思ってます。ストーリー系のやつ。長いやつ、長期的に続けるやつはもうドラクエ一本でいこうと思います。RPG 系ね。次に、ポンズ春。楽しみ最後に撮ってたのに見損なってきました。今日もその安定のテンションのトーク最高です。輝いてる。ありがとう。そこに痺れる。憧れる。ありがとう。さすらいの動画好き。初コメです。日本語おかしかったらすいません。僕は今までアカウントがなかったので、コメチャンネル登録はしたことできませんでした。おう。ですが、先ほどアカウントを作ったので、チャンネル登録させていただきました。ありがとう。そしてこの動画のコメントは、ヒカルさんのトーク力が一人実況で生かされており、ものすごく面白いです。いやー、嬉しいわ、ほんまに。ありがとう。ありがとうございます。これは、最高のコメントです。この先はかなり長文なので4倍は気をつけてください。どんな長文なの？ごっつ長いやろか、これ。長文すぎるやろ、これ、お前。高速で行こうか？ちなみに僕はこのヒカルゲームの動画を見るようになってきました。去年の夏、僕は妖怪ウォッチにハマっている何か妖怪ウォッチの動画ないんかなと思い、いろいろな動画を探しているときにヒカルさんたちの動画を見つけました。最初は校長の動画わかりやすい、安く説明してるから、今度から校長の動画見ようかな、みたいな感じでしたが、だんだんたくさんの動画を見ていくうちに、動画の登録頻度も高く、なおかつ、
話しているこんなのが面白いと感じ、毎日暇があったらヒカルさんたちの動画を見ていくようになり、だんだん僕の日常にヒカルゲームの存在が必要なものになっていきました。そしてその何ヶ月か後にタカさんがヒカルゲームを卒業した時はかなりショックを受けました。そしてヒカルゲームはヒカルさんとマイさんの2人だけになり、動画の登録等は確認しましたが、あまり動画を見ないようになりました。だが京平さんとメジさんはメンバーに加入したということで再びヒカルゲームの動画を配信するようになりました。ですが京平さんが職業して再びショックを受けました。ですがまだメジさんとマイさんとヒカルさんが残っているのを見ていました。一時期忙して全然動画を見れない時期もありましたが、そしてその次にコシちゃんがヒカルゲームに加入したときはあまり好めなかったので今では大好きです。そしていろんな新実況の追加、そして打ち切り、テレビの出演決定、オファーステーの出演決定、新メンバーの加入、そして卒業、これからも数々のいろいろ困難を乗り越えていき、人気になってなってもヒカルゲームらしさを失わずに、これからもお宝に気をつけながら動画投稿など頑張ってください。お会いします。彼女も失礼しました。おお長いな、気持ちよく持っとったな、ありがとう。毎度全部読みました。いやすごいね、長いこと、ね、見てくれてる人多いんで、ね、やっぱ嬉しいですね。そのなんかね、歴史を感じてくれてるというのは、僕にとってもヒカルゲームズってすごい歴史があって、まあ、いろんなこと経験してきて、その中でも、まあ、ドラクエ10をやってますけど、このドラクエ10はね、過去最大の歴史になると思ってます。これをやめるときね、俺すらも泣くレベル、泣いて感動するぐらいのレベルになる、なってると思います。やめるときはクリアね。少女はそうなるよね。名残欲しいんで、もう、みんなで24時間テレビのサラ歌う感じ。昨日がかかるぐらいの、あの感動のフィナーレを迎えるかと思います。まあ俺やめる気はないですね、全然今のところやめたくないんでね。ヒカルさん調べましたよ。あ、川原力、ヒカルさん調べました。オーブで決まったかな。パープルオーブです。あーなるほどね、パープルオーブなんや。オッケー、パープルオーブがもらえる場所は大事なものの中にある。強戦士の書からインドとダイガスが時々落とします。でも結構強いので気をつけてください。オッケー、パープルオーブ決まったんや、覚えておこう。ハルキ5色の中でパープルオーブ一番高いです。あ、同じ、ごめんね。あとタドチケットでマイホーム建ててみたらどうでしょうか。マイホームね、俺ね、あのキングスライムハウスとかヤバいね家をゲットした時に建てようと思ってるんですよ。いい家をね、一発目からいい家建てたいんでね、まあ、その時建てます。だからゲットしたらね。コバ、自分のやりたいことをやって稼ぐってほんと羨ましいな。何年かね、よしゲーム実況してみたいわ。オッケー、頑張ってコバ。第1位アクセラレーター。ヒカルさん質問です。卵焼きと目玉焼きどちらですか。僕はどんど焼きで。なんじゃそれどんど焼きって。俺は目玉焼き派かね、卵焼きどっちも気分によるな。卵かけ派、納豆卵かけご飯派。俺やばい、1時間超えたもん動画。やばい、終わります。もうすぐ終わります。ドラクエ10ビオルン踊り込めでございます。ありがとう。コシャマフィリ、そうだと言われた。コシャマフィリの名前つけているのはかっこよさを隠すためなんですよ。まあ隠さなかったところでヒカルさんには勝てませんからね。次も楽しみにしてますよ。だいぶ出さなっとるかな、こちらマフィンですけど。あと2件コメント。サガラレイコ015、ヒカルさんの踊り子での新しい僕、楽しみにしてます。生放送楽しみにしています。頑張ってください、楽しみにしてます。ありがとう。めっちゃ楽しみにしておいて。あ、もうなってもだ、俺も楽しみにしておくから。このドラゴンクイズどうなるか、どうなっていくかね。あとコメントね、楽しみにしてます。ミゴロ最高ですね、本当に。あ、まだだった。あと最高、ほんまに最高。ランドアイス、相方と読めるみたいですよ。これなんで相方、もう普通の字に書かなかったんでしょうか。確かにな、ちょっと格好つけたかったかもしれんな。ちょっと格好つけたかったって出てましたね、多分。はい、読み終わりました。パート6の米読み。60何件ぐらいあったんですよね。67件。全部読み終わりました。いやー、いいコメントばっかりですね。もう、ドラクエに来たコメントってマジでな、えぐいコメントしかないわけよ、ほんまに。だからもう、逃すコメントはないねん、ほんまに。内容濃いから。いやー、今後もね、米読みとしていくんで長くなると思うんですよね。長くお楽しみください。まあ動画自体の時間長いんですけど、その本編自体は多分30分から20分ぐらいなんで、コメントの時間が異様に長いんで、ね、見れない人はコメントを飛ばして本編だけでもいいから見てほしいなと思います。はい、というわけでとりあえず今回は、1時間ぐらいだったんですけど、まあ多分1分50分ぐらいになると思います。平均時間多分、ね、やっぱコメントするわしたほうが面白いなと思ったんで、俺自身が1本あたりの内容はすごい濃いんですけど、まあラジオ感覚で最後ら辺は聞けるようになってるんでね、最後ら辺は寝ながら寝落ちする感じで聞きたいとかっていうので楽しんでもらいたいと思ってます。というわけで今回の動画はこれで終わりたいと思います。次回もね、おそらく1時間ぐらいになると思うんで、次回はパート7のコメ読みしながら、ライズアップについての話とか、あとまあプラスアルファでマリーン倒しに行ったりとかしたいと思うんでね、ぜひぜひお楽しみください。多分 G カルトもこれ、すげえ取れるんやったら G カルト取りたいな、続けて。どうかわからんけど、まあちょっと休憩挟んで撮るかもしれない。 G カルトだと冒険できないかもしれないんですけど、次まあマリーンに楽しみで、ぜひぜひ見てほしいと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。